現在競技が始まっておりますが、共通女子砲丸投げの決勝の出場者を紹介いたします。試技順1番上原さん四方、2番有村さん平野、3番小月さん深津、4番石山さん武崎東、5番浜中さん深津、6番長井さん山口、7番曽我さん東谷、8番山本さん深津、9番長井さん浜宮、10番西山さん新井、11番鳴滝さん伊川谷、12番飯田さん有馬雅、以上の12名によりまして決勝が行われております。後ほどトップ8を紹介いたします。先頭は多摩東の田中君、まもなく1周 400m の通過です。 400m の通過は71秒。現在先頭のペースでいきますとゴール予想は4分35秒から40秒といったあたりです。1000メートルの通過は3分5秒。ただいま手元は4分10秒。